今回紹介するのは成田屋の食卓という本です。歌舞伎の芸と伝統が役者に受け継がれていくように十二代目市川團十郎夫人堀越公子さんが子供たち孫たちに伝えたい堀越家の料理の数々一年を通して成田屋の食卓を飾った料理は どれれもも愛情あふれるものだった。私は團十郎さんの歌舞伎とお人柄に惹かれよく母と祖母と共に公園に行かせていただいていました。今は海老蔵さんの公園を見ることが母と祖母の力になり大きな楽しみになっています。歌舞伎のような素晴らしい伝統芸能を伝え演じる役者さんには 表には出なくてもしっかりとした支えがあることも知ってはいました。でもこんなにも大きな支えがあるのですね。この本を読んで男十郎さんを感じ、また奥様が男十郎さんをとても愛されていたこと、ご家族を大切にされていることを感じました。愛情のこもったお料理と愛にあふれています。食卓を意識する大切さは、 人生の価値にもつながりますね。どんな女性にも励みになりお料理の本としても生き方の本としても大きな刺激をいただける本だと思います。今90歳近い祖母がゆっくりゆっくり幸せな表情で読んでいます。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。